こんにちは。どうも、ペタンクラジオの時間がやってきました。話してはペタンクのいつきがお送りいたします。このラジオはペタンクラジオということで、ペタンクに関する話題を主に話しつつ、たまに脱線したりするお気楽フリースタイルラジオとして、やっていきたいなと思っております。今回のラジオはですね、タイトルにもある通り、先日開催されました、クプレ杯の決勝戦の動画を大阪のしげさんが YouTube にアップしてくれたんですよ。でそれが面白かったんで、見た感想でも話して、久しぶりにラジオを撮ろうかなと思った次第であります。この動画の概要欄にクプレ杯の決勝戦の URL を貼っているんで、まだ見ていない方は、そちらを先に見てからこっちに戻ってきてください。クプレ杯は景品が豪華なことで有名で、優勝するとオビュット社の高級ボールがもらえるということで、遠方からの参加者が多い大会なんですよね。また主催者のパスカルやシゲさんがあえて難易度の高い砂利の会場を選んでいるんで、勝ち上がるにはそれなりの技量も求められると。特に今回のような砂利の地面では、普段のようなルーレットのポアンテでは、通用しませんし、特に砂利の中でも砂利の下がコンクリートのような硬いテランだと、着地の際にボールが蹴られたりということも増えます。まずこの普段と違うテランを認識して、チームのペタンクをそれにうまく適応していくのが、クプレ杯攻略の第一歩かなと思いますね。難易度の高い砂利の地面では作戦を立てる上で、まずポアンテの信用度が低くなるわけですよ。でどうしても国内のペタンクではテランが簡単な分、ポアンテ主体の戦術を取る場面が多いんですが、地面の難易度が上がってポアンテの確率が下がると、むしろティールを効果的に戦術に組み込んだ方が、ゲームメイクもしやすく、作戦の実現度が高くなるということですね。そしてそれをいち早く理解し、かつティールをうまく戦術に取り入れ、今回のクプレ杯に優勝したのはチーム SKD の里正さん、土師田さん、加藤さんでした。MVP はやはり優勝チーム SKD のティルール里正さんかなと思います。注目すべきはそのティールの精度ですよね。いや、ほんまにすごかったです。しげさんがそれぞれの選手のポアンテ、ティールの有効球の確率を計算してくれてるんですが、里正さんのティールは数えるまでもなく全て当たってました。決勝戦の相手チームクプレのパスカル、ステファン、ナバタさんのチーム全体の有効球の確率は、51% でしたね。つまり半分です。6球のうち3球がビュット1番の有効球になると。でそれを里正さんは確率 100% のティールで2球処理できるんで、パスカルチームの有効球はあと1球だけになります。それを SKD の加藤さん、土師田さんの4球で処理できれば、確率の話ではメヌを取ることができるんで、これは有利ですよね。もちろんペタンクってそんな単純な話じゃなくて、有効球の中でも有効度合いの大きさの違いもあるし、ティールが当たったから SKD が勝ったって断言できるようなもんじゃないんですが、それでも今回クプレ杯で優勝されたチーム SKD の里正さんのティールは際立ってましたね。いや、凄まじかったです。あのポアンテの難易度が高い地面で戦術としてのティールが、かなり生きた試合だったかなと思いました。あと土師田さんの最終メーヌの決勝ティールも素晴らしかったですね。ああいう試合の中の大切な場面ってどんな試合にも数箇所あると思っていて、その場面でいいパフォーマンスができるかっていうのは、まさにそのチームの強さを表してるんじゃないかなって思います。フォアンテの加藤さんも安定していたし、何よりチームでよく話し合って作戦を立てていたのが良かったですね。
で、それは相手チームのクプレチームも同じで、あのチームでよく話し合って作戦を立てたり、地面がこうなってるとか、先に投げた人があの後に投げる人にテランの状態をあの共有し合ったりとかしてましたね。でその辺を見るに、やっぱり両チームとも決勝戦に上がるべくして残ったチームだなというか、非常にバランスのいいチーム同士の決勝戦だなという感じがしましたね。で、最後に一つ動画の注目ポイントが個人的にはあると思っていて、あの試合解説をしてたパスカルが、あの相手チームの加藤さんがポアンテの落としどころをあまり確認していないことを何度か指摘してたんですよね。でまあこれはパスカルはさすがというか、やっぱりポアンテ特にあのような砂利の地面だと落としどころが悪いと、あのどんなに想定したところに綺麗な回転をかけて着地したとしても、あの地面に蹴られちゃうんですよね。でああいう砂利の地面でテランに蹴られても、まあ、ついてなかった、運が悪かったと言ってしまえばそれで終わっちゃうんですが、やっぱりレベルの高い選手はできるだけ地面に蹴られないように砂利が立ってる場所を着地点から避けたり、あの自分の落としたい場所をピンポイントに踏み固めて、でまさにその一点に狙い通りボールを着地させて寄せてると思うんですよね。でこれに関してはあの自分にも一つ苦い思い出がありまして、クプレ杯僕は今年参加できなかったんですが、去年参加した時は運よく決勝戦にまで進むことができたんですよ。でそこであの自分史上最悪のプレーをして逆転負けをしてしまったという思い出があります。でその最悪のプレーというのがあの思い出したくもないんですが、簡単に説明すると、相手はボールをすべて投げ切り、しかも相手の一番近い球はビュッと手前2メートルも離れていると。でなので、その2メートルの間に1球追加点のボールをポアンテで放り込めば、13点になって僕が勝つという場面だったんですね。で、こちらの残り球は残り3球で、僕はポアンテの役目だったので当然僕が投げました。で相手の一番近い球はあのビュットライン上ではあったんですが、まあ、なんせ2メートルも手前にあるのでかなりビュットからあのラインをずらした着地点をめがけてあの余裕を持って投げました。そしたら着地したところの地面に思いっきり蹴られて、意味わからんくらいの勢いで相手のその一番手のボールを押して、でそのボールが2メートルぐらいコロコロ転がって、一番手に入れちゃったんですね。はい、まあ簡単に言えば自殺点ですね。やばい自殺点です。はい、ちょっともう自分でも見たことないような自殺点でしたね、あれは。で、あまりのショックに、残りの球でそれを処理することもできず、完全に元気を取り戻した相手に、流れを取られて、次のメームで負けました。いや、オビュットの高級ボールゲットならずでしたね。実は、一緒にペタンクをしてるお父さんに、今日の試合で勝ったら景品のボールあげるよって約束してたんですよね。でまあそれもあって悔しかったですね。はい、今でも思い出すとめっちゃ悔しいです。で、あの13点目のポアンテで地面に蹴られたのはついてなかったといえば自分の気持ちは楽になるんですが、きっとあの時の自分はまあもう13点目でありれたら終わりっていう、もう勝ちが見えちゃった、勝ちがちょっともう目の前でちらつきすぎて、落としどころの地面をちゃんと確認してなかったやろうなって思いますね。反省してます。そういう意味でパスカルの一見ちょっと細かいポアンテの指摘だったんですが、自分にも刺さる教訓だなと思いました。ということで、こんな感じで今回はクプレ杯を見た感想を話してみたのラジオ回でした。今回のクプレ杯で優勝された SKD の里正さんも YouTube でペタンク配信やってるんで、これ見たらクプレの振り返り動画出してほしいですね。一日中あのペースでティール当たってたんかちょっと気になりますよね。決勝戦だけ燃えるタイプで覚醒してたってパターンも
あるかもしれないですしね。ぜひ里正さんその辺の話期待してます。はい、このチャンネルでは、ペタンクに関する動画を不定期ですが、アップしているので、よければ他の動画も見てみてください。バイバーイ。